皆さん、頑張ってくださいね。どうもこんにちは。いつも何回強化されるねん期待で成し遂げたいオンドレアスです。今回はこの、2018年8月に実装された強固3機体、確かバトーペツー最初のイベント機体、300コスト強襲機ズゴックで成し遂げていくよ。今回の戦闘はズゴックレベル2、コスト350戦となっておりますね。このプレッシャー、ビームマグナムだー。あ、危ねえ。予想外の方向から来たので反応が遅れました。ジムホワイトビンゴ対使用の初期試作型ビームライフルは、チャージとヒート時間こそ重たいですが超絶威力、ビームマグナムより威力がビームマグナムしてるので、着部に浴びせれば一撃で終わりでした。地平層はよろけちが優秀ながらも、左右移動で発射位置が変わるためクソ使いづらいバイスビーム。連撃個性が高いですがリーチが終わっているバイスクロー。そして高速移動射撃が可能な頭部6連装ミサイルランチャーといった武装構成。これまでに9回にわたる機体強化を受けておりましたが、武装の癖の凄さ、そして即よろけ射撃がないため結局ダメだった模様。この度10回目となる機体強化調整が来ました。10回はすごいですね。バトーペでは多分最高記録。本機は高速移動中にも使用できるミサイルランチャーを活用した近距離戦を得意としております。過去の調整では、敵機の体勢を崩せる機械を強化させるため、主に兵装面の強化をしましたが、各種戦績が再度低下傾向にありましたので調整しました。ということでこれまでの戦績はこのようになっております。勝率 45.7%、これが9回強化された機体の戦績か？ここに来てようやく支援機の存在に気づきました。支援機の存在に気づくのにおよそ2分、全国強襲機連盟に反省文出さないといけないぐらいの失態です。ドキブバー。これは強襲機の仕事を怠った罰。しかし撃破される前に気づけてよかった。次の出撃からは万全の体勢で支援機を狙うことができますね。本機が受けた強化、いろいろあるんですが一番大きいのはこれ。新武装クローバイスビーム停車が追加されました。即よろけのヒート式停止射撃ですね。でけえ、あまりにもでかい。即よろけ射撃を手に入れたことで、いきなりの即よろけ射撃はもちろん、蓄積の優秀なバイスビームからのよろけ継続や、格闘 N 横 N の効果力3連撃から停車でよろけ継続したり、緊急回避狩りなんかもできるようになりました。特にスラスターの吹き返し、強制噴射装置がない上に格闘リーチの終わっている本機は、回避狩りが安定しないことも多かったですね。即よろけは偉大。一旦引いたことで味方と足並みを合わせることに成功。足並みを合わせていなかったら確実に落とされていたと思います。ズゴックは新武装追加の他にも色々強化を受けておりますね。機体 HP 上昇に加え、頭部のダメージカット干渉剤のレベル上昇。いつも思います。スウェーブの頭部ってどこからどこまでなんだ。また、パーツスロット増加に加えミサイルの威力、弾速が上昇。今回は極端に狭いマップなので、前分ミサイルよろけ取りが取りづらいですが、それでも苦労した格闘の寝かせからミサイル、N 横 N 格闘と入るので、ミサイルを絡めたコンボ威力がさらにえげつないことに、もともと癖はあれどバイスビームの性能自体はかなり高かった本気、停車も手に入れたことですし、射撃もリズゴックにして射撃運用すれば強いのではと思いましたが、そう甘くはないですね。極端に遠距離スロットが少ないので、結局格闘も振らないと火力不足かと思います。おいおいおい、さっきからゲルググが小賢しいですね。絶対 S フラットでしょこれ。もう見なくてもわかるわ。停車を手に入れたズゴック、見違えるほど使いやすくなりましたね。逆に今まで来れなかったの辛すぎだろっていうぐらいに、様々な場面で停車が使っております。両腕から出ているので、外しにくい剣も高ポイント。ミサイル撃破ならリスクも少ないですね。
はい、来ました。バイスビーム蓄積よろけから効果力3連撃制射よろけ継続、とどめのジムにカザーナ開けた。苦労した。なかなか悪くないですね。空中なら高性能なバイスビームを高速移動射撃できるので、軍港ならかなり強いかと思いますね。ただ、ズゴック君の良くない面もしっかり残っています。いや、ポテンシャルはかなり高いと思うんですが、やっぱりバイスビームと苦労の癖ですかねー。あと、対抗馬であるアッパイ TV はステルスに加えフリージニアードに緊急回避スキル持ちすぎだろ。マクベグフは格闘を構えている間よろけ射撃を軽減する白兵戦プログラム持ち。強豪の強襲機が強強スキルでゴリ押せる中、本気は高速移動中によろけ射撃を軽減する。マニューバーアーマーレベル1一本で戦っていく感じですね。緊急回避もなし。本スキルの物足りなさは変わらず、汎用機のアッパイ TV 火力型ですね。このステージならマシンガンも通りづらかろう。キーこの格闘リーチ本当嫌なんですけど、もうバイスクローでビームサーベル持てばいいんじゃないかな。漁船に爆弾を仕掛けられました。しかし状況的には、無視して枚数有利でゴリ押すのが良さそうですね。爆弾解除に枚数割いて、前線は枚数振りでボコられた挙句、爆弾解除も失敗するのがここからの負け筋と見たり、本気のバイスビーム、蓄積値は50なため、基本2発で蓄積よろけが取れるわけですが、300コストで対蓄積よろけスキル持っている機体、ほとんどいないので、大体2発で何でも止まるのは本当に強いですね。たまにゴッズみたいな異物が出てきますけども、そういうやつにはミサイルも絡めてやればなんとでもなるはずだ。クロウは空振った時にイラッとしますが、強めの強連撃に加え、横格闘、下格闘の補正も高く、切り替え、クールタイムともに高速。実はリーチ以外は超優秀。扱い切れた時、君はズゴックかミスターになる。そういえばバトーペではシャア専用ズゴックが実装されていませんが、武装とかコストとかを鑑みると、ほぼ高コストズゴックなズゴックエクスペリメントの居場所を奪っちゃいそうですね。元から居場所ない？なんてことを言うんだ。前線が大乱闘スマッシュモビルスーツしていても安心、射撃で火力も出せます。でも、最後に信じられるのはやっぱり苦労。ではあれが総合性能、この武装を弱いと感じたなら扱い切れていないだけ毎日反省の経験口100万回。10回強化されたズゴックでした。扱い切れた時のパフォーマンスは高いですが、逆に言うといきなり使ってみて性能を発揮できる機体ではないかな感。それでは今回はこの辺でー。